こんにちは、本気のパソコン塾の三浦です。今回はですね、プログラミング言語を勉強するときに、結構落ちりやすい、しかも最近めっちゃよくある質問に対してちょっと答えてみたいなと思います。で、それは何かというと、プログラミング言語を勉強しだしたんですけど、実際にウェブサービスとかスマホアプリを作れるイメージが湧きませんというものです。で、これめちゃめちゃ括弧として理由があって、それを知っておくか知っておかないかで、最悪挫折してやめちゃうかどうかの重要なポイントになるかなと思うので、今回動画にしてみました。ぜひ参考にしてみてください。例えば、ですね、書かなくていいや、PHP とか僕は身につけた方がいいですよと紹介してるんですが、PHP を身につけるだけでは正直ウェブサービスを全部作るのって結構難しいんですね。特に例えば Java とかですね、勉強を最初するときっていうのは多分変数とか配列とか、そういった細かい一個一個の勉強が、本には書いてあると思うんですけども、実際それをやっていったところで、自分が作りたいもののイメージっていうのは湧きません。で、なんでかというと、これってスポーツとかとほとんど一緒なんですよね。例えば野球とかやったことある人だと分かると思うんですけど、初めてスポーツするときに一気に、試合から挑まないじゃないですか。絶対その前に練習しますよね。それが素振りか分かんないんですけど、素振りとか甲子園で出てる選手でも毎日素振りをしてるように、その試合でしっかりと結果を出す、ために、絶対基礎っていうのをちゃんとやってると思うんですよ。で、これと、プログラミングの、言語の勉強も一緒で、一番最初 PHP とか、あとは Java とかですね、を勉強した方がいいですよって言ってるのは、この基礎の部分になるからです。で、じゃあ逆に、どうやったらウェブサービスであったり、スマホアプリが作れるのというと、例えば PHP であれば CakePHP と呼ばれるような、フレームワークと呼ばれるものを使うのが最近では一般的です。 PHP の場合は勉強してるとちょっとウェブサービス分かるかもしれないんですけども、実際、現場で使われているのはフレームワークと呼ばれるものが、一般的で、例えばその CakePHP というフレームワークを作れば、もう即ウェブサイトのようなウェブサービスというのを作ることができるんですね。で、もう簡単なものであれば本当に1日で全然作ることができますし、それを公開することもできます。で、スマホアプリであれば Xcode というものをダウンロードしてサンプルファイルを実行すればアプリを作ることもできますし、 Android Studio かな、今は Android のアプリとかも、サンプルコードっていうのは世の中にたくさんあるので、それをダウンロードしてきて、実行すればアプリを実行することができるですが、それってあくまでもその見た目上できるだけで、自分が作りたいものを作るときっていうのはそういったサンプルって用意されてないわけじゃないですか。で、このウェブサービスもそのスマホアプリを作るときも、例えばウェブであったらフレームワークとかスマホであればそういったツールを使うときも、結局自分が何か作りたいなと思って修正するときっていうのは、こちらの、プログラミング言語の勉強をした、本当の根幹部分のプログラム、の作り方っていうのを知ってないと、これを修正することができないんですよね。で、修正できないってことは結局サンプルを実行するしかできなくて、自分が作りたいものをどうやって作ればいいかわからないというふうになってしまいます。で、できる人から見れば、いや、そんなこうやってやっていけばできるよって思うんですけども、基礎を知らないと、じゃあどこを変えればいいのかっていうのがわからないので、結果そこでつまずいてしまってやめちゃうということも十分考えられる、状態になっちゃいます。なので、今回のこの動画で、今例えば PHP とか Java とか Swift とか、一個のプログラミング言語をもし勉強してるのであれば、黙ってまずそれをやることが非常に重要だと思います。騙されたと思って やってみてください。で、最後までやって、きっちりその本に書いてある内容を理解するっていうのがすごい重要で、それができたら、そのウェブサービスであったり、あとはスマホアプリっていうのの開発っていうのは、もうすごいスムーズに入っていくことができるので、
まずはこのプログラミング言語ですねの一つを完璧にマスターすることをやってほしいなと思います。これはまあ僕の経験からもそれがうまくいったと思います。はい。で、まあ、ちょっと補足なんですけど、例えば PHP であれば、CakePHP というウェブサービスが、ウェブフレームワークがあって、あと Python であれば Django とか、あとは Ruby であれば Ruby on Rails とかですかね、あるんですけども、ここのプログラミング言語の単体のものを勉強してるとですね、基本は多分理解できると思います。で、例えば、じゃあウェブサービスを作るときって、Facebook の、まあ、ログイン認証であったりとか、あとは、まあ、なんだろうな、そういった、ウェブサービスを開発するときに絶対に必要な機能ってあると思うんですよ。これを一からもう作る必要はないんですね。それは、例えば、一個一個のツールは、ライブラリーと呼ばれるようなものが提供されてますし、こういったライブラリーがいっぱい入った、ウェブフレームワークと呼ばれるような、例えばウェブサービスを、作るためのもうなんかキットみたいなのがあるんですね。で、それが、先ほど紹介した PHP であれば CakePHP とか、Ruby だったら Ruby on Rails とかになって、実際この言語をちゃんと身につけた次のステップとして、そのウェブフレームワークとかに入っていくと、自分が作りたいものを、作ることができるようになります。はい。なので、この、プログラミング言語単体と、こういったウェブフレームワーク、あとは Xcode とか、Android Studio とかですかね、の、立ち位置というのをちゃんと、最初に理解しておくことが、今後つまずかないための、重要なポイントになるんじゃないかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。今回の動画はこれで以上となります。最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よければ、グッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。本日で、勉強したい人向けにメール講座も作ったんで使い倒してください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。